みんなを輝かせる花火というスローガンを掲げた2018ぴょんちゃん冬季オリンピックに聖火が来る29日、第9に到着。今年最後のリレーを行う。先月1日、インチョンに到着し全国リレーに突入した聖火は、29日から3日間、第9市民と共に2017年のラストを飾る予定だ。 ピョンチャン冬季オリンピックの聖火は、第9市内全域94キロを376人の走者と共に走り、情熱と希望の熱気を市民と共に分かち合う。